州からご苦労なこったがな、関東は抜かせねえ。大義な王道だとほざくアホどもと約束があってよ。さて、せがれ狙う伊達の頭に百発に待ってるか。敵将、俺が討ち取った。行くぞ。お前どこだ。関東に入って俺に挨拶もなしと舐められた。今から慌てたって遅いんだから、覚悟はいい。援軍として参った。関東の指示が直接お出ましだ。感謝しな小僧。奇襲で止められませんわ。わしは一旦引く。刑事、真打ち、好きに暴れておれ。ふん、ガリンガ、野望に踊らされて足元が見えちゃいねえ。さあ、ひなみとのど真ん中いつまでも探せるんだ。やさまで一歩も倒さない。思っちまった俺の負けなのだ。解放だ。この隙に残りの連中も蹴散らしまえ。あれの戦、奇襲で片付けようなんざ意気がないのか。戦に意気も減ってもあるが、裏なんか奪われるかよ。俺が死んだら泣く女が腰の数だ。まだまだ。あなたに大事なもんは一つでいい。女もそうさ。笑いねえ。ここは引くぜ。また徳間に伊達の主力を添うとは鮮やかな奇襲よ。だが関東に攻めきたは伊達ばかりではない。やっぱり金木さんが動いたね。わかりやすい。タヌキが縛られるのかりますね。行くぞ。ジョーちゃんたちは信玄謙信からの圧力を逃がさせるわけにはいかねえやん。私が家臣よりあの子たちが大事って。ひどっ。ドアホーム、誰一人死なせやしねえよ。敗北条件変更。謙信ならば忠勝などすぐに打ち捨てるでしょう。言ったね、ジョージ。やってやるからよく見とけよ。かかってんだ。勝ちはやれねえな。うまい。
少年はお前の国が違う。いざやろう。ちょっと、なんであんたがここにいるわけ。キャラクターとか怖いな。そっちだよ。でも確かに南東で暴れてる怪力女がいるそうだ。初めからあんなのと戦わせんな。開門。雪村様もいないし、派手に目立っちゃうんすね。一気に本陣狙いますぞ。何？小僧に美味しいところは持ってかせねえ。ドアホー一匹撃っちゃっといたぜ。人が悪いこいつ。俺が討ち取った。久しいな、嬢ちゃん。剣心のお守りにも飽きたか。かわいい剣心を見守るとかこそ。待ちなさい。殿を部屋に。ひなが許しません。平門。実力見せつけて、ついでに女もあげてやる。
チジャジャムが根本が間違ってんだよ。混沌の風に誘われたか。ドアホー一匹撃っちゃっといたぜ。親方様に続かなくちゃ。ここは引くぜ。調子じゃ当分男はできねえだろうな。仕上げだ。俺らの力一人残らず蹴り出しまえ。静かになるだろう。では、私は親方様のとこへ戻ります。ロン、あとはうさんくさい野郎の知らせでも寝ながら待つか。戦ってのはな、後始末が肝心なのさ。で、宇治安の旦那は急病で眠りについてる。じゃあ神女へ。神女じゃなくて海。あんた、ついに宇治安子を巻きにして沈めてないわよ。ああ、急病って急な仮病ね。初めから分かってて。私は何も言ってません。うるせえぞ。おかげで朝からさっぱり当たりがねえ。さっき来たばっかなのに。
親方様よりこれを。消えなったよ。もう。天下に王道、あのうさんくさい野郎、やりやがったか。